こんな時間。え？お、うわ、マジだ。せっかく映画とか借りてきたのに、ゲームしてたら結局見られなかったな。泊まってけば。え？明日俺も休みだし、起きてから映画見るとか。ああ、いいの？じゃあ、じゃあ明日、前行ってたお店も行こうよ。あ、ここ。で、お昼は。あ、先輩？どんだけウキウキしてんすか。明日は一日先輩と一緒なんだって。そう思うと、すげえ楽しみになって。風呂どうぞ。うん。お、風呂上がりの先輩、なんかエロい。何？なんでもないです。頬が赤くなってる先輩見てると、あの日のことを思い出す。